はい、どうもこんにちは、スパイクマイサーの小平です。本日も、サッカーライターの土屋さんにお越しいただきました。はい、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はですね、はい、U18 プレミアリーグの、はい、まあ、ウエストとイーストどちらの方のこの序盤戦の戦いぶりといいますか、はいはい、そこら辺をちょっとこう土屋さんに解説していただきたいなというところで、はいはい、お呼びさせていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、行きます。なんか板についてきましたね。あ、本当ですか。そう言っていただけると僕もちょっと緊張しながらやったんですけど、なんとなくこう、はいはい、分かってきたと言いますか、素晴らしい、はい、そんな感じで、はいはい、ぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、というわけですね。まずちょっとイーストの方から、はい、やっていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、現在の順位表が今こちらに出ておりますが、はい、まあ1位から川崎 U18、はい、横浜 F マリノスユース、うん、FC 東京 U18 前行くところで、うん、ここら辺、まあ、上位陣、はい、どうですか。うん、ひとまず今、ね、小平さんがおっしゃったその4チームは、はい、まあ、多分ここから先も優勝争いをしていくんだろうなっていう、まあ、そのぐらいの力は、はい、あるなと、はい、思ってます。はい、でちょうど7節、はい、この多分収録の直前の節で、はい、前橋育英対フロンターレと、あと FC 東京対横浜 F マリノスが、この上位陣が直接対決したんですけど、はい、で前橋育英とフロンターレが 0-1 でフロンターレで、 FC 東京と横浜 F マリノスは1-4で横浜 F マリノスが勝って、でフロンターレが今1位でマリノスが2位っていう風になってるんですけど、はい、まあ、ちょっと注目の7節っていう感じで、そうですね、はい、その上位陣直接対決みたいな、そうですね、はい、それがちょうどあったんですよね。へー、なるほど。実際もうその試合は見に行かれたんですか。僕は、ジュビロ対ヴィッセル見に行ってました。あ、ウエストの方行ってたんですね。はい、あ、ヤマハスタジアム行ってました。お、なるほど、なるほど。はい、じゃあその話はまたお湯を聞きつつってことですね。そうですね、はい、はい、なるほどですね。実際じゃあその今のところこの4チームが、まあ、うん、イーストの優勝争い、そうですね、繰り広げるかなというところですかね。はい、フロンターレも、はい、まあ、やっぱり攻撃力はもちろん、まあ、特徴はあると思いますし、はい、まあ、実際見に行った試合もやっぱり上手い選手すごく多かったんですけど、はい、実は失点がすごい少ないんですよね。5失点かな、ここまで。圧倒的にそのリーグのテーブル見ても失点が少なくて、で2節前から高井選手っていう、はい、もう今トップチームで2種登録されている190センチ超えるセンターバックの選手がいて、はい、まあ、この選手が本来キャプテンだったんですけど、はい、その選手がユースというかこの U18 のゲームに出場し始めたんですよ。でこの2試合で1失点。わ、なるほど、なるほど。もともとちょっと守備が安定してたところにさらに、はい、そのタレントが入ってきてるので、すげえ、やっぱりこう守備の安定が結構この上位の、はい、今の躍進の鍵かなとちょっと思ってますけどね。はい、いや、じゃあちょっと、初昇格でしたっけ。初昇格です。初昇格初優勝ありえるみたいな感じですか。そうですね、可能性は十分あると思いますし、この間の轟で有観客で試合してたんですけど、はいはい、多分ね2000人ぐらい観客の方が入ってて、そんなに入ってたんですか。はい、すごいですね。だってユースも注目されてるんだなって改めて思いましたね。まあ、そこからこう田中碧選手とかみたいな感じでこう羽ばたいていく選手もその中にいるかもみたいな感じですもんね、サポーターの方からしたら。はい、そうですね。あ、でもユースの試合を2000人の方が見に来るって、はい、やっぱかなり熱の、ね、入りようというか、すごいなと思いました。はい、いや、すごい、それちょっと注目ですね、これからも。なるほど。で、まあ、ここまでのトピックスで言いますと、はい、やっぱりこの青森山田が、まあ、苦戦と言いますか、何と言いますか、はい、ちょっとこう連敗も重ねてみたいな感じの状況だと思うんですけど、 そこら辺はどうですか。まあ、苦戦って言っていいと思います。あ、はい、そうなんですね。今4連敗中ですよね。あ、そうなんですね、はい、4連敗か。開幕3連勝して、はい、で、あ、やっぱり今年も山田しっかり勝ってくるなっていうところからの4連敗だったので、はい、まあ、ちょっとその見え方的にも、はい、やっぱね、4つ負け続くとちょっと周囲もざわつくじゃないですか。はい、で、まあ、本人たちが、ね、一番今苦しい状況を迎えているとは思うんですけど、なかなかこう攻撃のバリエーションというか、はい、まあ、得点に至るバリエーションが、はい、なかなかこう構築しきれない印象があって、はい、でここまでの得点の、はい、まあ、ほとんどがロングスローなんですよね。で、あと PK のゴールもあって、はい、で今チームで一番得点取ってる選手がセンターバックの小林光斗選手で3点取ってるんですけど、これもやっぱり全部ロングスローで、流れの中からなかなか点が取りきれないんですよね。あ、そっ
こがちょっと今のところの課題といいますか、そんな感じですか、ね、そうですね、まあ、守備はね決してこう不安定ではなくて、はい、毎試合毎試合失点はそこまで多くないんですけど、やっぱりちょっと点が取りきれないっていうのが苦戦の一番の要因かなとは、はい、ちょっと思ってます。この間辻さんに教えていただいたのは、はい、今年の1月2月に練習できなかったっていうのが、ね、はいはい、多分影響大きいと思いますね。そのいわゆる雪中サッカーっていう、はい、その雪の中で1年間の体力的な部分とかフィジカルの基礎を作るっていうところに多分なかなか着手できなかったところもあって、うん、でまあ、それ以外の部分でもやっぱりベースをこうプレシーズンにきっちり作って、でも開幕からフルスロットルでいくっていうのが、まあ、今までの青森山田の戦い方だったと思うので、はい、まあ、ちょっとそれがやっぱりまずできなかったっていうところと、はい、まあ、あとほとんどねやっぱりスタメンの選手が去年から入れ替わっているので、ああ、そうですね、はい、そういう選手たちの強化がそこまで進んでなかったっていうのも、うん、一因かなと思うんですけど、うん、ただ逆に今こう実戦を通じて、はい、その去年出場機会の少なかった選手たちが、うん、まあ、要は実戦経験と実力を少しずつこう積み重ねている段階なので、うん、まあ、当然ねこれで終わるとは思えないですから、はい、うん、ここから巻き返してくるとは思いますけどね。お、はい、ちょっとじゃあこれからの巻き返しに期待というところでございますね、うん、はい、2位の横浜 F マリノスユース、うんうん、こちらも、はい、ですね、得点が一番今取ってるっていう情報がありまして、うん、26得点、はい、そんな取ってますね、はい、うんうん、ぶっちぎりの得点数といいますか、はいはい、そこら辺はどうですか。今7試合終わって状態なんで、はい、26点ってことはでも1試合平均3点以上取ってるってことですよね。いや、そうです。ただ2試合 7-0 で勝ってる試合があるんですよ。あ、はい、桐生第一と、うん、あとこの間市立船橋高校に 7-0 で勝っていて、はい、まあ、結構容赦ないなっていう。いや本当です、あのダイジェストだけ見たんですけど、はいはい、決定力あるかなみたいな、はい、そのなんか、はい、いろんな隙も全部ついていくみたいな、はい、そうですね、はい、僕印象的だったのは、柏レイソル U18 とアベーでやったゲームで、まあ、試合自体は2対1で勝ったんですけど、はい、試合中多分前半の20分ぐらいまでレイソルがずっとボール回してたんですよ、はい、で結構 F マリノスが劣勢になってたんですけど、はい、20分過ぎぐらいからリズムが反転したんですね。で試合終わった後に、はい、大隈監督とあとキャプテンの細川選手にお話聞いたら、はい、ピッチの中で選手たちで今なんでこの状況が起きているのか、でこの状況を解決するためにはどうすればいいのかっていうのを選手たちで話し合って、でそのビルドアップの相手のややこしい部分を消したと、はい、でそこから一気にマリノスがリズムつかんで、はい、結果勝ったんですけど、その大隈監督も、はい、このゲームの一番の収穫は選手たちが自分たちでややこしいところを解消できたことだっておっしゃっていて、それを選手たちがやっちゃうんだっていう、すごいですね、はい、だからそのあたりにも今のF マリノスの強さの秘密があるのかなと思いますし、はい、あとその内野幸太郎選手というストライカーがいるんですけど、はい、この選手が点取りまくってます、はい、なんか全試合ゴール中みたいな、そうですね、聞いたんですけど、前節ちょっと欠場して、はい、今のところ入る6試合で8得点、えぐいっす。えぐいっすね。これはすごいですね。すごいです、はい、結果残しまくってるってことですね。はい、はあ。なるほど。そういった、まあ、チームの何ていうか戦術理解度のこの共有の視野、このレベルの高さといいますか。そうですね。あとまあ、はい、タレントも揃ってる。そうですね。はい。そこを融合してると思います。わあ、すごいな、うん。すごいです。あとそしてですね、土屋さん、あの以前、はい、群馬出身のことを教えていただいたんで、はい、群馬県勢のこの活躍もちょっと振り返りたいなと思うんですけど、はい、先ほどもマイクはちょっとこう、はい、触れさせていただきましたけども、この、まあ、キリチ、はい、キル第一高校、はい、今ちょっと順位表としては最下位のところに位置してますけども、状態といいますか、はい、チーム力といいますか、はい、どうですか。と実質の開幕戦、一番最初に彼らがプレミアでデビューした試合で、はい、まあ、F マリノスユースに0対7で敗れ、心が折れかけっていうところから、はい、次の試合市立船橋高校とやったんですけど、はい、0-0だったんですよ。で無失点で抑えて、はい、なんならちょっと押し込むゲームができて、でその次に FC 東京 U18 と3対5っていうものすごい打ち合いをして、すごいです、一時3対2でリードしたんですけど、最後トントントンと入れられて、ただすごい手応えをつかんだゲームがあったんですよ、はい、で本人たちも
これいけるかなって思って、でこう初勝利をかけて臨んだ大宮アルディージャ U18 との試合があって、はい、でその日群馬県の高校サッカー界にとってはちょっと歴史的な日で、あの前橋育英対青森山田の試合が11時からキックオフして、で桐生第一対大宮 U18 の試合が14時から同じ会場でキックオフするっていう、まあ、縦積みでプレミアの試合が、はい、同じ会場だったっていう日があって、はい、ただ結構その大宮の試合は本人たちも悔しがる内容で負けたんですよ。で前節は JFA アカデミーと2対2、はい、ちょっとずつ初勝利が見えかけてはいるんですけど掴めないっていう今状況で、まあ、一番ねもどかしい思いをしているのは選手たちだと思うんですけど、多分下馬評よりは十分やれてると思います。あ、そうなんですね、はい、で本人たちも少しずつ手応えは掴んでると思うので、はい、これちょっと初勝利をぜひ見届けたいなっていう野望は個人的にはあるんですけど、はい、まあ、確実に近づいてるとは思います。そしてですね、ウエストの順位表をこちらに今出しておりますが、はいはい、1位が静学ですかね、はい、でサガン鳥栖 U18、 ジブリルタ U18、 セレッソ大阪 U18 みたいな感じですけども、はい、ちょっと試合数がまたいろいろちょっと、うん、あのチームによって違ってきてるんで、まあ、はい、暫定といいますか、うん、という状況ですよね。はい、上位陣まずどうですか、ここまでの戦いぶりは。そうですね、今小林さんおっしゃった通りで、はい、結構ウエスト延期の試合が多くて、うん、でチームによって試合数が結構ばらつきあるんですよ。そうですね、これ見るとすごいばらつきがあります、ね、はいはい、最大で多分4試合ぐらいチームによって消化数が違うと思うんですけど、はい、まあ、その中でも静岡学園多分中止ないんじゃないですかね、多分全試合消化してるのかな、多分確実に勝ち点積み重ねてるっていうイメージですね。おお、なるほど。で、あとやっぱり、はい、サガン鳥栖 U18 が、まあ、今順位的には2位だと思うんですけど、はい、ちょっと実力で言うと、まあ、あの静岡学園とやったゲームの時に、はい、静岡学園が試合は2対0で勝ったんですけど、後半開始早々にサガン鳥栖に退場者が出て、で、まあ、45分近い時間を10人でサガン鳥栖が戦って、はい、うん、でもその試合終わった後に静岡学園の川口監督がとにかく悔しいと、こんなに差があるのかって思ったって、2対0で勝ったチームの監督がそうおっしゃってたんですよ。っていうぐらいちょっと今年の鳥栖は強いなっていう印象があるので、うん、まあ、この静学と鳥栖が今この順位にいるっていうのは、まあ、ここまでのパフォーマンスを考えると、まあ、やっぱり妥当かなとは、うん、あ、妥当な結果というところですね、はい、でこのサガン鳥栖 U18 のこの何ていうんですか、はい、強さの秘密といいますか、うん、そこら辺はどうですか。そうですね、まあ、まずはやっぱり個々のクオリティが相当高いっていうのがあると思います、うん、でもあの去年 J1 でデビューしていて、はい、で今年もルヴァンカップでもう数試合出場している福井太一選手という今年の10番のキャプテンがいるんですけど、はい、この選手が中盤でボランチでもうずしっと要になっていて、はい、でまあ、その横に酒井俊也選手という、この選手もうルヴァンカップで今年トップチームデビューしているボランチの選手がいるんですけど、はい、まあ、この2枚は、まあ、高校年代でここまでのクオリティ出せるかっていうぐらい、まあ、かなり強力な2人です。で酒井選手はその静岡学園戦で退場者が出て、で10人になった後にセンターバックの選手が退場したんですけど、酒井選手がセンターバックに入ったんですよ。で身長多分170センチちょっとだと思うんですけど、競り合いも強い、でさらに最終ラインからゲームメイクもできる、でなんならちょっと右サイド駆け上がったりもしていて、やっぱり川口監督も試合が終わった後に、あの選手は何なんだとすごいねっていうお話をされてたっていうのを吉田太郎さんに伺いました。太郎さんに、はい、やっぱそういう選手がいるのもありますし、まあ、あとやっぱり個々のその、まあ、強度、インテンシティって言われるものなんですかね、いわゆる、まあ、それもやっぱり相当高いで技術もある、やっぱトータルで、まあ、本当全体のクオリティが高いっていうのは間違いないと思います。あ、はい、じゃあそれもじゃあそんだけ揃ってればチームとしてはもう強いっしょみたいな感じですかね。そうですね、でやっぱりもう今九州のかなりこういいタレントが、はい、やっぱサガン鳥栖 U18 でやりたいというか、まあ、サガン鳥栖のアカデミーでやりたいっていう、なんかそういう流れもあって、で、まあ、実際酒井選手は熊本のチームから来ている選手ですし、まあ、他にも割とこう九州のサガン鳥栖 U15 以外のチームから来ている選手も、まあ、要所要所にいるんですよ。
まあ、そういう意味でもやっぱり九州の中でも今このサガン鳥栖 U18 がこう目指すチームというか、ここでやりたいというチームになってきているというのは絶対あると思います。で3位のジュビロ磐田雄一、強いんですよ。あ、これね、強いんですね。強いんですよね。先ほどもちょっとあの収録前にいろいろお話ししましたけど、はい、前田選手、はい、元選手が今監督されているところで、どうですかチーム力といいますか。その前田良一さんって、はい、まあ、ちょっとこうメディアの中では寡黙な人というか、あ、そんなイメージです、はいはい、そんなにこうインタビューとかでもガツガツ喋るタイプの方じゃないイメージももちろんあって、はい、こうどういう監督されるのかなっていうのはすごい興味深く見てたんですけど、はい、結構ねテクニカルエリアの一番前に立って声出してるんですよ、はい、すごい。でなんか選手たちも、はい、こうまあ、テクニカルエリアではそういう感じなんですけど、はい、こう例えばハーフタイムとかまた試合前とか選手たちに語りかける感じが別にそこまで鼓舞するわけでもないし、はい、すごくこうなんか理路整然とじゃあこうでこうでみたいな戦術的な話をしているわけじゃないと思うんですけど、なんか一回すごい近くでそれを見てた時になんか選手たちのモチベーションがなんかどんどん高まってる感じが、はい、その前田監督の言葉を聞いてる選手たちから感じられて、はい、多分普段から信頼関係を築いていて、でこの人の言葉だったら選手たちも信用できる、信頼できるっていうのがもうあるのかなっていうのは、はい、なんかその光景を見て感じました、はい、実際今ここまで5試合で4勝1敗なんですけど、はい、まあもうね、前田さん今年初監督ですから、それを考えると、まあ、かなり上々の開幕ダッシュじゃないかなとは、はい、思ってます。じゃあちょっとジュビロ磐田 U18 も、はい、まあ、全然こう上位に食い込んでいける実力といいますか、はい、これからかなり強いと思います。あ、っていうところですね。もう太鼓判いただきました、はい、太鼓判、僕の太鼓判あんまり意味ないと思いますけど。いやいやいや、もうそれぐらいでも監督の手腕もありつつ、はいね、チームワークもいい、はい、そんなイメージがありますね。というところですかね、はい、ちょっと下位勢といいますか、ここまでちょっと下馬評ではなんかまあ、はい、強いチームなイメージなんですけども、ここまでちょっとこう苦戦してるといいますか、うん、サンフレッチェ広島ユースとか、うん、ガンバ大阪ユースとかがちょっと、はい、まあ、試合数が少ないっていうのもちょっとあるかもしれないですけど、うん、そこら辺の状態とかどうですか。そうですね、サンフレッチェはやっぱり去年からメンバーがまあだいぶ変わっていて、はい、でまあ、去年ね当然チャンピオンになったチームなので、はい、まあね、周りからの見られ方でいうと、まあ、今年もね当然上位に来るんじゃないかと思われてたと思うんですけど、はい、まだ勝ってないんですよね。で僕もちょっとゲームはまだ見れてないんですけど、はい、やっぱりちょっと失点が多いのかなっていう印象があります。あ、はい、そうですね、まあ、守備陣でいうと、はい、やっぱプレミアってどうしてもちょっと他のリーグに比べると、まあ、攻撃陣も含めたなんかそういう爆発力とか、まあ、あとはプレーの強度みたいなものが高いので、はい、なんかそこに慣れるのってやっぱりちょっと時間かかると思うんですよね。なんかそれが今ダイレクトに結果につながってしまっているのかなっていうイメージはあるんですけど、ただね、やっぱり自力は相当あるチームなので、やっぱり青森山田と同じように多分実戦をこう積み重ねながら選手たちの力が伸びているという状況だと思うので、まあこれから必ず巻き返してくると思います。はい、なるほど。ガンバ大阪ユースの方はどうですか。そうですね、まあ、ガンバの場合はまだ試合数が3試合で、まあ、実際全部負けてるんですけど、はい、やっぱ3試合全部負けてるっていう状況で、まあ、その試合数考えるとまだそんなに実力がわからないのかなっていう気もしますね。はい、まあ、他のチームは7試合やってて、はい、でね、7試合やってて無敗だと、あ、未勝利だと、まあ、ちょっと失敗かなと思うんですけど、うん、確かにやっぱ試合数が全然違うので、はい、まだちょっとわからないなっていうのが正直なところですね。まあ、ここから巻き返していますが、まあ、どんどん勝っていく可能性も全然あるということですかね、はい、とは思います。この今ウエストの中でこれからこう巻き返してきそうなチームとかっていうのは何かありますか。その自力とあといるタレントで考えると、はい、やっぱり名古屋グランパス U18 は、はい、ここから十分上がってくるのかなと。まだ4試合消化というところですね。はい、消化試合数が少ないのと、はい、やっぱりちょっと序盤怪我人が多くて、で主力が揃っていないところもあって、はい、あの木田亮賀選手という、まあ、今年10番背負っている、うん、まあ、年代別代表の常連のストライカーがいるんですけど、はい、この選手もまだ怪我で1試合も出てないんですよ。で他の主力もまあちょこちょこ今戻ってきてはいるんですけど、はい、
もともと、はい、やっぱり選手個々のクオリティも非常に高いのと、あとあの監督古賀聡監督という、はい、早稲田大学で日本一にチームを導いたりしている、うん、元 J リーガーの監督さんがいるんですけど、はい、熱血感なのに声が小さいっていう、ギャップが、そのギャップがあるんですね。あの我々報道陣に話すときは声が小さいっていう、あで普段は結構テクニカルエリアとかではかなり美声で、はい、こう選手たちに指示を送ってるんですけど、はい、僕らと話すときになるとすごい声ちっちゃくて、なんならちょっと後ずさりしていっちゃうみたいな、ちょっと古賀さん古賀さんみたいな、ちょっとボイスでこう伸ばす感じですね。めちゃくちゃいい方なんですけど、なんかそのギャップがちょっと面白くて、僕大好きな監督さんですね。っていうところですね。現在のこの序盤戦のプレミアの今のところ の状態聞けたんで、はい、これからまたさらに熱い戦いが続いていきそうだなというのがちょっと印象として、ね、はい、注目していただきたいです、はいはい、ぜひね、あの視聴者の方もこう高校年代こう最強を決める大会なんで、うんうん、ぜひこれも、まあ、インターハイとか選手権ももちろん、うん、あの大きな大会で注目高いですけども、はい、プレミアもぜひチェックしていただきたいなと、はい、ぜひチェックしていただきたいです思います、はいはい、というわけで本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。